いうところで、マトリックスといえば非常にメタ的な展開が有名なんですね。はい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 。なぜこれを作ったのかという意味において、大事なのかね、うん、レボリューションをどういうふうに解釈するのかということだと思うんですよ、私はね。うん、皮肉なものです。そういうふうに見られると、だからレザレクションでは、マトリックスにネオが囚われているのではないかというふうになってくる。あ、はい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 。この映画の中ですごい特徴的なのがありましてね。はいはい。この映画の戦闘シーンの場所って、うん、全部狭いんですよね。あ、確かに。そうだね。だから今回ネオは空を飛べないんですよね。飛べないね。おしいさんのインタビューが載ってるんですよ。やったー。おしいさんのインタビューですとか、おしいさんとマトリックスの思い出とか書いてあるんですよ、この中に。これおしいさんのパンフレットじゃないですよね。マトリックスより、はい、おしいさんのパンフレット。どうも、コンデンスカルスのりょうざんぱくこと、トキワパートの2号室ヒタですけども、イエイ、今回はですね、待ちに待った、うん、マトリックス、いや、レザレクションズと。いやいやいや。待ちに待ったというか、うん、もう寝耳に水だったんですけど。急に来たよね、なんか。今年の半ばぐらいに急になんか情報が急にバンって出てきて。何みたいな。うん、そうそう。終わらんかったっけみたいな。そう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 。2003年に終わりませんでしたか、ね、しかも結構綺麗な終わり方してましたよね。そう。もうかっつり終わりましてね、うん、あ。結構3部作にしてはまとまったなと。そう。私も当時中学生でしたけど、うん、非常に楽しみに見てたんですけど、ね、そうですね、私も小学生ぐらいですね、はい、でここに来ていきなり4作目がね、うん、出まして、レザレクションズと、はい、復活ですね、復活、キリストの復活ですとか、はい、全人類のね最後の審判後の復活ですよね、はい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 、そしてマトリックスが復活しちゃうと、いやいうところですね、はい、で今回も主演はキアヌ・リーブスね、あ、すごいね、はい、はい、トリニティ役のギャリー・アモスさん出てますよ、ね、うん、でもそれを見れる、あの2人が見れるだけでも嬉しいんだよね、はい、なんかで特に、まあ、キアヌ・リーブスあんまり変わってないんだけど、うん、体見るとちょっとしもれたりするんだけどね、はいはいはい、でもトリニティ役のアモスさん、アモスさん非常にいい年の取り方をしてましたね。そうだね。なんか、なんて言うんだろうね。うん、その当時ちょっと小学生の頃、前の3部作は、ちょっと大人のお姉さんがあったんだけど、うん、それが年にちょっと合ってきたというか。そうだね。はい。非常にいい味を醸し出してきまして、はい、監督は、うん、ラナ・ウォシャウスキーって、うん、マトリックスの時は、うん、もう一人のね、うん、妹の方の、うん、ウォシャウスキー兄弟。まあ当時は兄弟だったんですよね。うん、今は姉妹なんですけど。そうですね。まあトランスジェンダーということで、うん、まあ戸籍を変えられたというところですね。はい。はい、そしてまあ死亡したネオが今回どのように復活していくのかなと。うん。そしてどのような展開をしていくのかなと。うん。いうところで、マトリックスといえば非常にメタ的な展開が有名なんですね。はい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 。いろんな意味が合わさってくるよと。うん。もちろん、押井守さんが書いたゴースト・イン・ザ・シェルの影響とかいろいろ受けていまして。うん。現実世界のその社会問題っていうのもメタ的に描きながらも、うん、その生きていく主人公のまあね、うん、ネオっていうのが、うん、で今回初めもですね始まりまして、まず最初が、うん、トリニティが警官に囲まれるところから始まるんですね、はいはいはい、おっと、まあ、トリニティ役の女性は別の人でしたけど、うん、構成が一緒だっていうと、うん、あれれと、あれれと、セルフオマージュですかと、うん、一作目を繰り返すのかいと、うん、いうような感じですよ。そう、あれはドキドキしましたね。ドキドキしました。で、はい、この作品を見ますと、非常に思うのがですね、うん、今回も待ったんですけど、うん、押井守、守が強いんですよ。そうですね。最近の押井守なんですよ。あ、最近の？うん、ブラドラブとか、アニメを作ってまして、うん、押井さんが最近は、なんだか自分の昔の作品をセルフオマージュをして、うんうんうん、なんかやってるっていうのが多いんですよね。はいはいはい、はい。で、それに非常に強いなと。近いなというのを感じましたと、うんうん、で今回パンフレットがありましてね、うんうん、特別版と中あ失礼特別版と通常版というのがある通常版か、これ通常版はいはいはい、はい、でこれが880円ぐらい、はいはい、で特別編がこれ1800円ぐらい高いで、まあ、こっちはね、うん、キアヌ・リーブスとかいろんな人のインタビューが載ってるんですよ、うんはいはい、じゃあ特別編じゃ何が載ってるんだと、はい、おしいさんのインタビューが載ってるんですよ、やったおしいさんのインタビューですとかおしいさんとマトリックスの思い出とか書いてあるんですよ、この中に。これおしいさんのパンフレットじゃないですよね。マトリックスより、はい、おしいさんのパンフレット。あれ参加しないですよね、だって。参加しないけど。まあまあ、源流というか。乗っ取ったね。はい、スミスみたいなの乗っ取ったね。ああ、そういうことね。エージェントスミスみたいな。ああ、いや、エージェントおしいが乗っ取ってきた。いや、さすがです、おしいさん。
さすがですよ。日本の誇りですよ、本当に。いう中で、この中でも非常にマトリックスっていうのを、うん、絶賛してるんですね。ああ、推しさんが。今回のマトリックスを非常に絶賛してまして、うん、まあ確かに今回の映画を見て、過去の焼き回しじゃないとかね、いろいろ批判する人はいるだろうと。うん、だけど、それ、その人っていうのは、分かってないよねっていうような言い方するんだよね。推しさんはね。はいはいはい。でも僕は分かってるよ。それは分かるんですよ。はいはい、やってることが推しさんと一緒なんですよね。ああ、そっかそっかそっか。だけど、そのやってることっていうのが、この過去のセルフオマージュをして、そのメッセージを伝えるという方法で、何を伝えたいのかっていうのがね、最近のおじいさんよくわかんないんで。ああ。あの、映画立ち食いしのにはたくんでも。わかんない。わかんないと。そこはまだちょっと研究中なんですけど。はい。楽しみにしております。今回のマトリックスもどうなのか。非常にわかるようで、ちょっと難しいというところがあるんですね。今回のマトリックスと。そのマトリックスを、できる限りね、解剖していきましょうと。時はバートで、先ほども言ったように、うん、トリニティたちが戦うシーンがありまして、そこにあるキャラクターが出てくるんですね。新型のキャラクターができまして、その女性の、そのアジア系のね、女性が出てきますよと。あとなんか、なぜかオペレーターのような人もマトリックスに入ってくるんだよね。で、その二人がいまして、なんか普通のように、冒頭のあの雰囲気感っていうのが、レディープレイヤー1に似てるんだよね。うん、ああ、はいはい。その過去あったマトリックスっていう映画の中を、レディープレイヤー1のように、はいはいはい。あのキャラクターたちが冒険をするっていうような感じに近いんですよ。そうだね、確かに。そういった中に何を見つけるのかと。うん、で、この映画の中に進んでいきますと、うん、マトリックスの中に、そのトリニティであった空間っていうのが、うん、そのマトリックスを管理しているね、うん、その運営者が作ったプログラムの空間の中だっていうのが分かるんだよね。うんうん、その中でひたすらにテストをしているんだと。うん、このマトリックスっていうのが崩壊しないように、その強度テストみたいなね、うんうん、何かイレギュラーが降りないかと、いうことをやっていました。その中にモーフィアスもいるんだよね。うんうんうん、モーフィアスのプログラムがいるよと。うん、プログラムなんですね、やっぱりね、うんうん。プログラムがいまして、そのまず、まあ、女性が、モーフィアスを作ると、うん、そして青いピルか赤いピルかどっちか選びなさいよというところで、プログラムが選ぶんですね、あそこはね、うんうん、人間ではないんですよね、はいはい、最初にマトリックスから抜け出したのがこの物語では人間ではないというところが始まると。ああ、はい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 、はい、プログラムが始まるんだよと、うん、あ、これは何か始まること、新しいことが始まるのかなと、はいはいはい、その AI とかね、うん、そういう新しい技術の通ずるような新たな価値観っていうのが生まれるのかなと、うんうんうん、いう期待をさせる冒頭でしたね。なるほど。が始まりまして、まあなんやかんやあってね、うん、ネオを助けるというシーンなんですね。うん、このネオっていうのが、あのマトリックスにが終わってからずっと機械に囚われていたんだと。うん、で、そこでずっと発電所になってるよと、ネオはね。で、マトリックスの中に囚われているネオっていうのは何をしてるのかっていうと、うん、ひたすらにゲームクリエイターとしてね、うん、働いているんだと。そうですね。マトリックスっていうのがネオが気づいたね、ゲームであるというふうになってるんですね。うん、つまりここら辺にもウォシャウスキーさんのその思いが詰まってるのではないかと。はいはいはい。マトリックスっていうのは明らかに人々に目覚めてくれと。うん、現代は何に目覚めるのかっていうと、主にその資本主義においてのその上位だよね、うん、政府だったり金持ちっていう、その特にアメリカとかはロビー活動がすごいですから、うんうんうん、企業が自分に有利な政策を通すんですよね、うんうんうん、そういったその組織、最近で言うとピケティの資本論みたいな感じですよね。で、昔はまあ貴族がいて、うん、でそこに平民がいて、そこには絶対的な格差があったと、うん、でそれに反抗して市民が革命運動を起こしてね、うん、民主主義が広まったんだと、うん、で民主主義が広まって100年とか200年とか経って何にやってるのかっていうと、うん、今度は地位とかっていうよりもその資産っていうものが多いものがどっちかっていうと貴族的なね、うん、立場になってるのではないかと、うん、強いところですよね。市民で助かるその立ち向かえないと、うん、そしてそういうところに立ち向かいなさいというのがレボリューションだったと思うんですよね。この映画の中でそのどういうふうになぜこれを作ったのかという意味において、うん、大事なのかね、うん、レボリューションをどういうふうに解釈するのかっていうことだと思うんですよ、私はね、うん、で、レボリューションの後最後の方っていうのはそのネオがね、トリニティと機械のマシンに行きまして戦うんですけども、うん、で一瞬ネオがスミスに負けるんですよ、あそこね、うんうんうん、負けてどういうふうに立ち直るのかっていうのが大事なんですよ、あそこね。はい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 。みんなから
元気玉をもらうんじゃないんですよね。こうだね。ねえ、俺。こうやったわけじゃないんですよ、セミスも。ちょっとでいい、ずつでいいから。ずつでいいからって言うんじゃないんですよ、マトリックスはね。ザイオンのみんな。あれはマトリックスは、はい、機械から電流を受けるんですよね。はい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 、はい。機械に助けられるんですよ、ネオっていうのは。うんうんうん、そして、勝利すると、うん。その構造はどうなのかというところですよ、うん。はいはいはい。その機械はどっから出てくるのかっていうと、うん、人間ですよね。はいはいはい。人間の電池から持ってくると、うん。はい。人間から搾取した電気を機械が管理して、それをネオに投入するんですよね。はい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 。それを、その、レボリューションの2003年当時のライゾ知らず、うん、現代で置き換えて解釈するとどうなるのかっていうと、うん、人々からかき集めたその資本家がね、うん、その金を集めて、うん、その金をインフルエンサーに投資するっていう感じに似てるんですよね。ああ、はい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 。ネオっていうのはインフルエンサーなんだと。はいはい。イメージ向上のためのってことですよね。なるほど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 。いう構造にも見えてくるというところですね。はいはいはい。時間が経って現代のように SNS が発展すると、そういう風に見えてくるんですよ、レボリューションっていうのがね。なるほど、なるほど、なるほど。そう考えた時のレザレクションがどう見えるのかっていうことですよ。うんうんうん。ですから、そのマトリックスの最後の方っていうのは、まあ当時は、ネットの聡明期でね、うん、ネットがこれからどうなるのかと、うん、そのネットの、その期待値だよね。うんうん。その期待値っていうのがある中で、うんうん、そのプログラマーだったネオが、その本当の自分とかね、うん、自分の可能性に気づくと、うん。一個人であるネオがネットの中で新たな自分を見つけて、広大なネットの中にね、うんうんうん、そして倒すと、うんうん、いうふうに見えるんだけども、SNS が発達しまして、うん、そのネオがやりたいことにやって、知名度を上げたら今度はインフルエンサーとして、企業にいいように扱われるというね、うん。はいはいはい。皮肉なものです。そういうふうに見られると。だからレザレクションでは、マトリックスにネオが囚われているのではないかというふうになってくる。あ、はい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 。あくまで彼っていうのは、そのゲームを作っているアーツの一般人にあってネオっていうのはね、うん、救世主でも何でもないと、うんうん。結局は、その資本主義に飲まれてしまったんだよというところですね。はいはいはい。あれから世界がどうなったのかと。資本主義に飲まれてさらに格差は広がったよねってことですよね。はいはいはい。っていうのが冒頭のあのシーンではないかと思うんです。なるほどなるほどなるほど。ネオは、何をするのかっていうと、うん、その自分が抱いたその理想ではね、うんうん、と現実とその狭間で生きてね、うん、その現実か現実ないかというのが分からなくなり、うん、そしてその見ず知らずのセラピストにね、うん、青いピルを飲まされ続けるという、うん、これは現実だよねと、うん、これが現実だよねという正義を振りかざしてくるんだよね。結局お金がないと食べていけないよねと、うん、いろいろあなたは夢を叶っている、語っているようだけど、うん、それは現実ではないよね、うん。現実ではないよねというときに、うん、論破されてしまっているネオですね。聞きたくないっていうのが、そんなのファックオフだよクソくらい。クソくらいと言いながらも、勝てないと。うん、勝てないと。そして、そのネオが、うんそのね、自分が思う顔と他者が思う顔っていうのが違うという。うん、はいはい。そのネオがヒゲツラのね、うんキアノリーブさんですけど、はい、鏡に映ったネオっていうのが所々見えるのが、うん、なんかハゲたオスなんですよ、ね。そう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 。うんうんうんって。ハゲたオスさんがいるよ、うん。周りから見てるのはこの顔だよね。うんうん、でも自分で思ってるその理想と。うん、でもここに関しては、トランスジェンダーであるとウォシャウスキーさんのところも絡んでくるのかなと。はいはいはい。その自分の中と外からの見える景色が全く違うと、うん、イメージが違うという中での不適合さっていう。なるほど、なるほど。絡んでくるのかなというところですね。はい。まあ主人公たち、今回の主人公たち、うん、女の子たちが、キアノ・リーブスに接触をしまして、うん、青いピルか赤いピルかを飲ませると。うん、で、あ、もう、ネオはね、もうやめてくれと、うん。辛いんじゃと。で、今回特徴的なのが、うん、その、前回が終わったすぐ後の話じゃないんですよね。ちゃんと、時が経ってるんです、うん、60年ぐらいって言ってましたけど、はい、まあキアノ・リーブスとかそのトリニティの年齢から、うん、顔の年齢からすればちょうど16年ですよ。そうだね。たったぐらいの感覚でやってますよというところです、うん、ですから今回の映画っていうのはその当時っていうのは本当に若いウォシャウスキーさんたちが新たな挑戦をしてね、うん、その革命を生んだと映像に革命を生んだと、うん、そしてこれから始まっていくネット時代と、う
当時まだ SNS とかあまりなかったですからね、うんうんうん、もうガラケー全盛期ですよ。そうですね、パケット放題でしたね。はい、でまだ各家にねネットがまあ通ってないっていう時代ですよね。そうだね、全員が持ってる、全員が持ってるネットではない、うん、ないと。それから一気に広まりまして、うん、世界がどうなったのかと。当時のその若者が社会の中でもみにもらわれて、別に現在の社会が変わったわけではないわけですよ、うん、はいはいはい。さらに格差は広がってるわけですよね。そうですね、状況は悪化してる、状況は悪化していて、誰もネオにはなっていないという状況なんですよね、うんうんうん、ネオにはなれなかった者たちが、うん、そのね、もう現実は辛いから、うん、もう嫌だよと、50近くにあってそんなことはやりたくないと、うんうん、いう中で抗うと。抗う。ですから今回の物語っていうのは若者向けではないんですね。はいはいはい。中年以降なんですよ。今回の話は。当時若者だった人たち。当時若者たちに送る話なんです。はい、はいはいはい。ですから、キャラクターたちを見ても、その、キアノ・リーブスとか、うん、トリニティとかね、トリニ役のアモスさんとかは、非常にキャラが濃いんですけど、うん、今回の新キャラの人たちって、うん、キャラ薄すぎないですか？確かにね、なんか。あまりにも印象がないんだよ。ない、残らないね。何も残らないんだよね。あの新しいモーフィアスですらなんかちょっと微妙な感じ、うん、微妙、すげえ微妙だよね、うん、なんかシュッとしてるしさ、うん、スミスもさ、エージェントスミスもすげえ微妙だしさ、全然印象残らない。その辺の兄ちゃんじゃん。そう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 、あの M 字のハゲが良かったんだよ。そう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 、あのいかにもって感じが良かったんだよね。いかにもこう前がキュッてつかげてさ、あれが良かったんだよ。そうそうそう、もう普通の兄ちゃんになっちゃったんだよね。すげえキャラ薄いんだよね。薄いっすね。だからあくまで今回の物語というのは、ネオとトリニティを引き立てるための物語であって、うんうん、それ以上でも以下でもないんですよね、うんうん、構成としては、ね。なるほどなるほど。そしてキャノリーブスが目を覚ますよと、うんうん、機械に交じって通るですね、はいはい、そうするとまあ目の前には機械がいて、うんうん、機械がキャノリーブスを助けてくれると、うんうん、今回は排出をされないんですね。そうですね、抱えて持っていくと、うん、で目の前を見るとなぜかトリニティがいるんですね。よかった。なぜ帰るよというところで助かっていくと、うん、で話が進んでいきますと、なぜ2人が一緒にいるのかっていうと、うん、あの機械の後ですね、うん、マトリックスが新たにできたんだけども、うん、なかなかもいかなかった、うんうん、でそこでもうこれじゃいかんと、うん、救世主を助けましょうと、うん、つまり道しるべとする看板が欲しいんだよね、はい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 、マトリックスはね、はいはいはい、だからネオという看板が欲しいんですよ、うんうんうん、インフルエンサーがね。なるほどね。だから彼を助けてよと、うん、で彼だけではどうでもダメだったと、うん、トリニティも作りましょうよと、いうところで非常にグロテスクなシーンでしたけど、これはパックリアイデンながらいろいろやってましたけどおこんなこんなことになってるのこんなことになってるのかと、はい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 、いうところでやってましたね。そうね、やっぱりキアヌとトリニティの、はい、あのカップルユーチューバー的な必要なんだね。そうカップルユーチューバーがやっぱり必要なんです。必要なんです、ね、人々には、ね、人々にはそしてただ彼らが触れ合うと、はい、強烈な光を発するそれは機械には悪であるとじゃあどうしようかってちょっと話そうみたいな、うんはい、なんか磁石みたいなちょうどいい磁石の距離を探すみたいな感じです、はいはい、そうだね。で誘導電流を発生されるみたいな、はい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 、感じですよね。っていうふうにうまいことコントロールをするよと、うんうんうん、トリニティの機会がっていうところですね、うん、っていうところで始まっていきまして、キャノリーブスが現実世界に行くんですけども、うん、でもザイオンに行こうと思ったけども、うん、ザイオンじゃないんですね、はい、この時っていうのがなんか新しい街が出てきたと。そうだね。で話を聞くとなぜかね、うん、ザイオンが滅びたらしいという話があるんです、ね、うん、戦争の後に平和になるのかと思いきや、うん、平和にはならなかったと。ならなかった。それなぜかと、うん、当たり前なんですよね、はいはい、別機械マトリックスでネオは機械と決着をつけたわけじゃないんですよね、うんうん、エージェントスミスを決着をつけただけでね、はいはいはい、ただ人間がそのマトリックスの中で自由意志を持って生きるっていうことに、うん、機械側へのそのメリットを示しただけなんだよマトリックスっていうのはね。なるほどなるほどね。だから別に戦争がなくなるわけじゃないよ、うん、一時的に停戦協定になっただけだよというところですね、うんうん、なるほどなるほど。そこで新しい町を見つけて、イチゴを見つけたりね、うん、イチゴを作ったりね、うん、いう中でいろいろ、なんか、機械と、プログラムと、うん、そして人間が共存するような生活っていうのが一瞬提示されるんだよ、ね。うんうんうん、ちょうどいい塩梅の生活が
はいはいはい、されるんですね。でそこで、うん、新たな価値観が提示されるのかと思いきや、うん、投入されないんですね。まあそうですね、なんか意外とスルッと意外とスルッと言っちゃいました、ね、スルーされましたね、はい、そしてキアノリブスたちが、うん、トリニティを助けに行きまして、うん、そして戦っていくんですけども、うん、この映画の中ですごい特徴的なのがありましてね、はいはい、この映画の戦闘シーンの場所って、うん、全部狭いんですよね。あ、確かに今回のマトリックスすごいせせこましいんだよね。ギチギチのところで。ギチギチなんだよね。だ倉庫みたいなものでずっと戦ってるんだよね。だから本当に小さいスタジオでやってんだよね。はいはい。小さいスタジオでやってんなっていう雰囲気があるんだよね。うん、うん。電車の中でもそうだし。そうだね。なんでもそうですよ。なんでもそうだね。コーヒーショップもそうだし。はい。レボリューションズとかね。はい。見てみなさいと。はい。全世界ですよ。その広大な。広大な。ハイウェイでの戦いだったりだと。ネットは広大だわと。はいはい。当時は、ネットが、うん、広大だったんですよね。あ、はい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 。でも今はどうかというところですよね。うんうん、その SNS が続いて、その、Google もね、うん、本人が、その、検索してたり、履歴とかを全部追ってるんですよ、Google とかがね。うんうん、で、その人に合った広告とかを出したりね、うんうん、検索状況とか出すと、うん。つまりですね、自分が見たいものしか見ないという世界なんです、ネットが。はい、だから、ネットが、広いようでいてすごく狭いという、現代の、うん。そうだね。ネットであったり、その世論っていうのも狭いと、うん。意見が何か正しいと思われるところに一点集中させて、うん、それ以外を否定させてしまうというような社会ですよね。うん、せせこましい世の中だと。だから広行きが流行るんですよね、あれね。そうだね。あの正論だと思われる、思われる、思われるものがすごい人気なんですよね。そうだね。みんな正解を知りたがってるんですよね。はいはい、理路整然とした真実っていうものを導き出したいと思っている世界、うん、それが非常に狭いよということをマトリックスは言ってるんですよね。はいはいはい、はい、それが多分一番言いたいことなんですよ、ね、マトリックスね。なるほど。でもそれは実はないよねっていうのが、リドスコが書いた、うん、最後の決闘裁判なんですけどね。なるほど、なるほどね。そうだね。ですから、はい、図らずもね、うん、最近活出した、うん、最後の決闘裁判が、マトリックスのある意味のアンサーになっているというね。うん、はい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 。つながりが出てくるわけですね。なるほど。そこでつながっちゃうんだ。そうでつながっちゃうんですね。おぉ。トキワパート。ネオが、うん、トリニティたちと戦ってきましたね。うん、で、今回は、ネオがね、うん、やたら弾を止めるんですね。こういう。何回見たよ、あれ。マトリックスで、うん、あれ、一作目だとね、うん、1回ぐらいしかやらないんですよね、一番最後に。これだよね。で、僕がこう、必死に止める。必死に。あれが、うん、何なのかなと思いきや。はい。あれは、あの、マトリックスの一作目と今回で、うん、ネオが止める意味合いが変わってると思って、あれは、はい、ネオの、拒絶ではないのかと思うんです。はい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 、はい。前回までのマトリックスでこれのネオっていうのも、勝手ですよ、こうやってね。うんうん、やりまして、はい。ネオが、その、世間からの波というかね、うんうんうん、圧力みたいなのも跳ね返すと。うん、そんなもの俺には聞かないよと、はいはい。俺は俺の道を行くぜというマトリックスだったのが、うん、何年か経ちまして、うん、その青いビルしか飲まなくなったネオが、うん、社会からの批判とか圧力に、うん、その、こうやってどうしちゃっても、拒否するという。はい、抗い。あれは、抗いの拒絶なんですよ。はいはいはい、はい。弱々しく拒絶をしているとネオは。そうだね。だから今回のネオは空を飛べないんですよね。飛べないね。自分の力で空飛べないんですよ、あいつはね。ピュンって。飛べないんだ。飛べない。ふーってだって、ポンピュンって。俺たちより多分飛んでなかった。飛べない、あれは。飛んなかった。飛んでないですね。そういった、親父たちとか、うん、その年を取った者たちの苦悩とかね、はいはい、社会に守られた者たちの現在での苦悩を描いていると。なるほど。いうのが今回の話ですね。はいはい。で、戦闘が続いてきまして、うん、トリニティを助けるんですね、うん。で、そこでセラピストが対抗をすると、うん。セラピストは徹底的に現実っていうものを提示するんですね。うん、青いピローを飲みなさいよと、うん。これが真相じゃないのかよと。ひろゆき、ひろゆきに賛同する人だよね、うん、あれはね。あの青いのは。青いの、ね、青いに詰まってるのは。青いに詰まってるのは。ひろゆきに賛同する人たちが思っている、うん、その、自分が客観的で正しいと
して、その疑わないってところだよね、うん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 。自分が正しいと疑わない者たちの青いビールを飲まされようとするんだよね。うん、これが現実だよねって。はいはい、地獄なわけですよ、こんなもんは。そうそうそう。ただ数が多いから流されそうなるんだ。あいつは数が多いんだよ。で、これ飲めば楽になるというところですね。うん、そうですね。で、赤いビール。赤いビール。ここには何もないんですね。そう。ここには強い自分を持つだけのその強い熱意しかないわけです。うん、そうなのよ。でそれを進めてくるよと、うん、セラピストがね。でトリニティとかも取り込もうとするよというところですね、うん、いやスローモーションみたいなことがありました、うん、バレットタイムがバレットタイムあのバレットタイム押してくるのもなんかすげえなんかね、うん、資本家っぽいというかなんかねマトリックスをやらせようやらせようとしてるなんかさ、うん、スーツ野郎の匂い感じるんだよねなんかあいつにはああそうだね、うん、バレあれあれはネオがやってないからね今回ね、うん、そうなのよねセラピストがやってるんだよね、うん、セラピストがご了承してるんだよねそうそうそうこれまたマトリックスやりましょうよこれマトリックスですよそうこの弾が止まってるところとか、うん、その発射されるところとかね、はい、そのスローモーションのところとかね、うん、これもなんかマトリックスっぽくないですかっていう、ね、絶対いいっすよ絶対いいっすよっていう手法にも確かに言われれば、はい 見えることもない、うん、見えることもないとそう監督だって結構マトリックスのリブートとか続編を断り続けてきたんですよね、うん、本当あの最近まで絶対そういうことあったと思うんだよね、うん、っていうセラピストがいますよと、うん、制作人がいますよと、うん、社会がいますよということですね、うん、そしてネオがトリニティを助けるんですけども、うん、今回特徴的なのがトリニティが飛ぶんですねそうなんですよね彼女が飛ぶんですよ、うん、あれみたいなお前が飛ぶんかお前が飛ぶんかい飛ぶんかいそう落ちてくと思ったらヒュッとねヒュッと、うん社会の中での女性が飛んでいくよというところと、うん、なり、そのネオが抱くね、うん。ネオじゃなくて、女性がいるという、ねうん。やっぱりカップル YouTuber じゃないと空飛べないのかな。何やかや言いつつも。何やかや言いつつも、愛があれば。愛がある。飛んでいきます、うん。いうところで、一番残酷なシーンっていうのが、今回セラピストがいるんですけども、うんうん、そのセラピストの首をトリニティが切るっていうシーンが一番リアルなんだよ、ねうん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 。あそこだけがすごいんだよね。はいはい、なんか、首を飛ばしたりセラピストとかの、やる断面がすごいリアルなんだよ、あそこ。はいはいはい。今までってマトリックスやってなかったような描写が、ここだけ出てくると。確かにちょっと生々しい。セラピストに対する恨み、つらみがね、うん、あそこにすごい乗っかってるわけですよ、ね。乗っかってる。こいつをぶっ殺してこいつをぶっ殺して。この、表現をする上での、うん、その現在の潮流だよね、うんうん、現在の潮流何かって言ったら、うん、アクション映画といえば、うん、マーベルしかないんですよもうそうだねアメコミしかないんですよね、うん、金が下りる映画って言ったら、うん、もうマーベルか DC か DC かあと YSP ぐらいです YSP ぐらいですね YSP ぐらいです YSP ぐらいですねその社会が広がると思いきや、うん、縮こまったっていう影響が映画にも出てくるって言うんですよねそうだねみんな本当にその多様性を認めないというか、うん、金を出す側が冒険をしないんですよ、ねうん、そうだねもう成功が期待されてるものしか金を出さないっていう、うん、そういった中でのせせこましさもありと、うん、現在のいろいろなところのせせこましさがありと、うん、だからエンドロールの後で、うん、映画とかね、うん、そういうエンターテインメントが死んだという発言があるんですよ、うん、エンターテインメントは死んだんだと、うん、クソタレとクソタレ言ってましたけども、うん、そういうのがあのシーンに首を切るというシーンに現れてるのではないかというところです。そして非常に謎なのがマトリックスが、うん、そのセラピストから彼らが管理者権限を奪ったんですね、うんうん、あのマトリックス上での、うんうん、管理者権限を奪いまして、うん、そしてありがとうと2度目のチャンスをもらえてって言うんだけど、うん、現実世界で言えば何なのかなってことですよ。わかんないんですよね。確かに強いて言えばコロナかなと思うと。はいはいはい。コロナによって人々が目覚める機会というか、うん、その考える事態が出てきたのかなと思ったんですけども、現実世界を見てみると、うん、とてもそうは思えないんですよ。思えないですね。むしろひどくなってますよね。日本でも別に投票率上がってねえし。そうだね。低いままだし。低いままだし。特に何も変わってないんですよね。うん、ですから、マトリックスが、前回までは、
そのネットの総名っていうところで非常に若々しさもありと、うん、希望もありったんだけども、うん、今回はおっさんたちのね、うん、話になっているんだけども、うん、2度目のチャンスが実際には与えられていないんじゃないのというところになってくると、うん、なるほどなるほどなるほど、そういう意味においてそこがそういう謎なんですよね、うんうん、結局何を伝えたかったんだと、うんうん、先ほども言ったように、はい、狭い社会とかね、うん、その現実世界の中で苦悩とかね、うん、現実の状況はすごい分かるんですよ、うん、マトリックスを見てるとね、うん、すごいそこに共感ができるというところがある、うん、でもその先がおそらくウォシャウスキーさんも分かってないんじゃないのかなと、うんうん、不透明なんじゃないのかと、うん、そこで悩んでるんじゃないのかというのがマトリックスに入ってるところですね、うんうんうん、ですからここに続編があるのかと言うと、うんうん、多分ないんじゃないのというところ、2度目のチャンス欲しいな、でもチャンスも欲しいな、そして最後のエンドロールの最後であるのが、うん、全ては愛から始まるというところですよね、うん、あ、エンドロールの中でもそこだけが字幕翻訳で、ね、うん、字幕がついてると、うん、全てが愛から始まると、うん、この二人のように愛から始まると、うん、現象的な現象的な本当に現象的なところに立ち返るんだけども、うん、かなりの、うん、瞑想ではあるというところですね、うんうんうん、その瞑想が見られる映画、それが、うん、レザレクションですそういう意味においては非常にこれは、うん、イノセンスに近いんですね、はいはい、あ、そっか、おじいさんと一緒だ、うん、答えが出てないまま、答えが出てない、それはしょうがないと、うん、出るわけないと、そうだね、でもやってるんだと、うん、過去の自分の作品を振り返りながらね、うん、すごい格の作品のね、映像も盛り込んでましたけど、盛り盛り、本当に本当に盛り盛りなんですよね、うん、でかいスクンで久しぶりに見ましたよ、本当に、うん、だから押井さんが賛同するのかというところですよね、はい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 、自分と同じところにウォシャウスキーさんが言ってるんでね、うん、そりゃ否定できんわなと、うん、自分もやってんだもん、自分もやってんだもん、いうところですよ、うん、そうだね、映画館でニヤニヤしてたのね、押井さんは、うん、あの時の俺と一緒だなって分かる分かるって、分かる分かるって、分かりみが深いと言ってるんですね、うん、今度一緒に飲もうぜ、そうぜというところで2時間20分ぐらいでしたけど、うん、我の席の前の人は寝てました、うん、普通に寝てた寝息を立ててましたねマジっすか、うん、でも確かになんか、うん、あの終わり際の映画館のお客さんなんか、なんじゃこりゃって言ってる人もいたね、なんか、うんうん、なんじゃこりゃって分からんぞと、うん、ただのリブートかいなと、うん、いうふうに一瞬は見えると、見える。でも内容は明らかに違うと。違う。同じことをやっていても彼のネオの動機が違うというところですね、うんうん、中身が違うなと、うん、アクションは一緒でも彼らの気持ちが違うんだよと、うん、状況が違うんだよと、うん、社会が変わってしまったんだよと、うん、かつてのような希望はないんだよと、ない。結局のところインフルエンサーに、企業がインフルエンサーを操るというところですね、うんうん、それが人の気持ちが分かるというところですよね、はいはいはい、企業がその民間人、国民の気持ちは分かるというところですよね、うんうん、誘導するにはどうしたらいいのかと、なるほどなるほど、インフルエンサーとか使いましょうよと、うんうん、作りましょうよというところ、作りましょう、プロデュースしましょうというところですね、 YouTube を作りましょうというところですね、うん、いやもうレボリューションでアップデートした先がまさかここだとはね、なんか当時誰も思ってないだろうし、うん、だからこれは、まあ、願望でしかないと、願望だね、ですから非常に感謝的に取ったんだけども、彼らの行動っていうのがネオとたちのね、うん、空虚に見えるんですよ、ね、そうだね、なんか先が見えないっていうか、先が見えないんですよ、うん、実際どうなっていくのかっていう、うん、何も見えないし、うん、ワクワクもしないんですよね、そうだね、別にね、あの俺ら見てても続編のイメージは全然湧いてこないんだよ、ね、うん、今後どうなっていく、そして見たいともあんまり思わないんです、そうだね、いや俺は期待してるぞ全て Y から始まるからね心配ないからね心配ないからね、愛は勝つからね、最後に必ず愛を勝つ、本当にあのあれですよ、本当にあの勝てなくてもいいんですよ、本当にただ屈しないことが大事なんですよ、本当に、そうだね、うん、青いピルを飲まないことが大事なんですよ、そうなのよ、そこ大事なんだ、っていうところです、はい、マトリックスレザレクションズと、うん、まあ、今回分かったのは、うん、2003年から始まる彼らの状況と、うん、希望を持った彼らの状況、うん、ネットの世界っていうのは結局資本主義に侵されてしまったと、うん、そして何もできないと、うん、そして映画の世界にそれも波及していると、せつこましいんだと、うん、もうマーベルぐらいしかみんな取る気にならんぞと、そうだね、人間模様にあまり興味がないんだと、う
そして SNS でも自分が正しいと思う意見しかみんな見ないと。見ない。ですから非常に世界が狭いんだと。うん、多様性がないんだと。ない。多様性を語っているようでいて多様性がないんだということですね。そうなのよね。っていうことを訴えて。訴えて。その先を提示しようと思ったけども、うん、私もわからんというところですね。わからん。誰もわからん。誰もわからん。作り手もわかってない。ただわかることは、うん、全ては愛から始まるというところですね。そうなのよ。それは監督たちが身をもってしているのだろうと、うん、いうところですね、うん、あの時のキラキラは何だったんだと。ないところです。キラキラしないですね。しないですね、本当に、はい、絵面的にはね、あのアップデートされて太陽とか出てね、キラキラしてるように見えるんだけど、うん、どんよりしてんのよ。むしろ昔のあのどんよりしたあの、うん、緑がかったあのワンツースリーの方が、うん、キラキラしてたもんね。なんかキラキラしてましたよ。あの時は希望が見えましたからね。見えましたね。あの緑の暗い世界の中で。不思議なもんな。不思議なもんですね。はい。というところで、シーさんも評価の高いね。高い。マトリックスと。うん、ぜひ。ぜひ劇場で、うん、まあネタバレほとんど言っちゃいましたけど、うん、一回映像見ていただいて。見て、あれ見てほしいですね。はい。というところで、まあこれからもね、はい、面白い映画を、どんどん掘っていこう。掘っていこうと。マトリックスも応援しますよ。はい。いいところですね。はい。この動画面白いと思ってくれた方は、グッドボタン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。